どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。今日の企画、タイヤの中で今市販されているタイヤの中で一番土屋さんの気に入ったタイヤっていうの見つかりましたか？そうですね、横浜ゴムの中で、アドバングローバーというタイヤがすごくハイグリップタイヤで、流れてからも限界を超えた時でもね、扱いやすいって安心感のあるタイヤっていう、そういう感じの中で、まあ12セット終わったんですけれどもね。12セットもタイヤを使ったんですか？ええ、私には12セット変わったのに全然分かんなかったんですけど、どんなところが違うんでしょうか？そうですね、ゴムがコンパウンドが硬かったり柔かったり、あるいは構造が硬かったり柔かったりとか、いろんな種類があるんですね。そうなんですか、はい、その中で土屋さんが気に入ったタイヤっていうのはどんなものだったんですか？そうですね、本人に聞いていただくと分かりますけどねどんなものだったんでしょう？まあ、そうですね、一番新しいタイヤなんですけれども、ハイグリップタイヤの中でアドバングローバーという、GTR に合うのは225016という、これがもうものすごくジャストフィットじゃないですか。ジャストフィット、もうこれ以上気に入ったものはない。土屋さんが気に入ったっていうことですね。なるほど。それではブレーキパッドの方は、ブレーキパッドはまあ今日やっぱり15、16セットぐらいやってみたんですけれどもね、エンドレスという会社がありまして、F3000 ですとか C カーですとか、日本のレース界をほとんどもう 70% のシェアを占めているという、そこのまあ GTR の専用のブレーキパッドの開発ですよね、今日は。ですからまあその中でパーッとこう火の出るパッドもありましたし、いろいろとまあテストしてみたんですけれども、やっぱり GTR っていうのは速いしパワーがあるし、ポルシェなんか目じゃないですからね。そういう感じで止まらなきゃいけないという、ですからフィーリングは良くて効いて、でなおかつ、止まらなければいけないっていう、そういった感じで、まあバシッとしたのが今日は決まりましたよ。決まりました、タイヤも決まってパッドも決まって、じゃあもうスカイラインはもうベストですね。そうですね、もう世界最強じゃないですか。最強。そうですか。では最後になりますけれども、土屋さんにとって走りとは何でしょうか？そうですね、やっぱり僕にとって走りっていうのは生きてる証みたいなもんじゃないですかね。首都高で私と勝負してみない？なんだ、脅かすなよ今夜走るんでしょ？ああ、ライブで行けないからさ、これ、私に来た。私の歌を守りだがんね。サンキュー。記録更新、期待してっかんね。ああ、じゃOh!
記録更新に乾杯だ。乾杯。乾杯。ありがとう。記録を破られたご感想は？まさかタカにやられるとは思ってみなかったよ。あ、こっちこっち。ごめんね、遅くなっちゃって。すいません、グラス。はい。おめでとう。やっとじゃん。サンキュー。当然だよ。今度は僕が純ちゃんの挑戦を受ける番ですね。いつまでチャンピオンでいられるんでしょうかね。なんだと。俺はもう走んないよ。え、どうして、なんで走らないんですか。結婚するんだ。本当、おめでとう。でも結婚するからって何も。二人で結婚資金貯めたんだ。それでヨーロッパ一周するかGTR を買うか迷った。結局ヨーロッパ一周することにしたんだ。どう調子は。いつもと変わらねえよ。首都高で山根ってやつが記録出したそうだよ。田代純一の持っていた4分53秒を7秒縮めたそうだ。そいつに言っといてくれよ。そろそろ俺にチャレンジしなって。そうならうちの雑誌で賞金出すけどね。今日は出ねえのかよ。え。これを諦めてヨーロッパに行くなんて信じられねえな。そうかな。それはそれで素敵なことだって思うけど。すいません、土屋さん、サインください。土屋圭一じゃない。ああ、タカさんの目標だ。はい、頑張ってください。ありがとう。
プロと勝負してくる。何言ってんの。いいから降りろ。もう、はあ、最低。どうして乗ってこない。むちゃくちゃだな。あんたと勝負したいんだ。ここは公道だろ。レースはサーキットでしかしねえんだよ。あんただって昔は走り屋だっただろ、土屋さん。俺もあんたみたいなプロになりたくて走ってるんだ。待ってるよ、サーキットで。怖いのか、首都高を走るのが。ああ怖いね。俺は怖くないぜ。俺が怖いのはお前を死に追いやってしまうってことや。周りの車に迷惑をかけるってことだよ。お前も少しは怖がれよ。ああ汚れてるな。オイルぐらいマメに変えてやれよ。え、一応やってんですけどね。高速での伸びがいまいちなんですよ。腕が悪いんじゃねえのか。勘弁してくださいよ。ところでタケさん、首都高で記録出したそうですね。すごい噂になってますよ。一週間預けられるか。え、一週間も。土曜の夜に間に合わないかな。じゃあなんとかするよ。頼みます。山根ってお前か。そうだけど、首都高で記録作ったって自慢してるそうじゃないか。何の用だ。お前客に向かって何だよ。客。そうさ、オイル交換に来たんだ。俺と勝負してみないか。勝負。チャンピオンは二人もいらないだろう。そいつはバトルはやらない。これはこれは田代さんじゃないですか。何ですかその格好は。チャンピオンになりたきゃタイムを縮めりゃいい。タガのタイムは4分46秒だ。そんなまどろっこしいことするよりバトルやりゃはっきりするじゃないですか。4分46秒だ。あんたと勝負してもいいんだぜ。昔俺に勝ったことがあるからって安心してもらっちゃ困るな。必死でテイクを磨いたんだぜ、あんたに勝とうと思って。俺はもう走らないよ。話になんないぜ、どいつもこいつも腰抜けばかりで。こんなところでオイル交換したらマシンが腐る。なんだと。よせたか。おい、今夜首都高で決着だ。来なかったらお前たちは臆病者だって宣伝させてもらうからな。俺はやるぜ。あんな奴に負けやしない。気にするな。なんでだよ。あんな風に言われて悔しくないのか。ああいう男だと思えばいいじゃないか。バトルだって自信あるぜ俺。バトルなんかするな。お前プロ目指してんだろ。だったら敵は自分自身じゃないのか。そんなヘリクスわかんねえな。タカさん、純一さんの言う通りだわ。今のあなたは喧嘩腰だもん。そんな気持ちで車に乗っちゃダメよ。ほっとけ、なたか。純ちゃんは車降りたからそんなこと言えるんだよ。
当に来るのか。度胸があればね。まだ帰れないわよ、締め切りなんだから。いいわね、心配する人がいなくって。あ、たっちゃん、村岡さんに連絡ついた？あ、ついたよ。はい、田代です。ただいま出かけておりますので、お名前とメッセージ入れといてください。こちらから折り返しお電話いたします。もしもし、のぞみです。今日は仕事で遅くなりそうなの。帰ったら電話します。じゃあ、後でね。来ないね。おじけづいたかな。一人か？ああ、あんたとまたやれるなんて光栄だ。その前に一つだけ約束してほしいんだ。約束？山根にはもう構わないでほしい。別に構ってなんかないぞ。約束だぞ。じゃあ行きましょうか。頑張ってください。
ごめんね、呼び出したりして。いや。俺のために。あいつ自分のために走ったのよ。誰のためでもないわ。受け取ってほしいものがあるの。驚かそうと思ってたのよ。欲しいのは分かってたし、私もヨーロッパなんか行くよりあいつと一緒にこれに乗りたかったから内緒で買っといたのよ。びっくりする顔が見たくって。でもバカだよね、あいつ死んじゃうなんて。こっちがびっくりしちゃうじゃない。もらってくれるよね、あいつと私からのプレゼント。でもあいつだってきっと喜ぶよ、タカさんに乗ってもらえば。それともちょっとやきもち焼くかな。でも一つだけ条件があるの。もう首都高は走らないでね。田代のことは残念に思っている。お前があの日来なかったこともな。ふざけるな。やめて。いいか、よく聞け。田代が事故ったのは田代自身のテクがなかったからだ。テクのないやつから壁にへばりついていくんだ。テクに自信があるなら俺と勝負しろ。それが田代への鼻向けだ。取材付き合わせちゃって。いえ、あの GTR のレーサー土屋圭一も昔は峠の走り屋だったのよ。ああ知ってるよ。紹介するわ、来て。
疲れ様です。お疲れ様。紹介します。私の友達で山根隆弘くん、レーサー志望なんです。よう、しばらくだな。今なら挑戦受けてもいいぞ。知ってたんですか？まあちょっとね。どうして教えてくれなかったの？乗ってみるか。レーサー志望だろう。Thank you.
どう ?GTR は。最高だよ。こいつに乗れば誰にも負けない。約束守ってくれるよね。もう首都高は走らないって。プロ目指してるんだもんね。約束破ったらタカさんのこと嫌いになっちゃうよ。何見てるんですか？のぞみちゃんから聞いたんだよ。ここで練習してるってな。なんだよ今の運転は。忘れてるぞこの前の運転。もう一回横に乗ってみるか。ほらな。Thank you.
どうだ、分かったか。はい。言っとくが、首都高で勝つために教えたんじゃねえぞ。関係ないでしょ、あんたには。俺のようになりたいって言ったじゃねえかよ。それが首都高で勝つことか。いつかあんたにも挑戦するよ。俺は首都高なんか走らねえぞ。復讐のためにバトルやる気なんだろう。俺に言わせる、相手が死んだっておかしくねえぞ。いや、まるっきり関係ねえ車だって巻き添えを食わせんだぞ。何が言いたいんですか。俺と勝負したいならサーキットへ来い。10年早いって言いたいんでしょ。テクがないからこうやって練習してるんじゃないですか。何に向かって走ってるかよく考えてみろ。やる気になったのかよ。環状線を一周してここに戻るまでの勝負だ。マシンを泣かすなよ。邪魔だ。
もう首都高は走らないでね。バトルなんかするな。何に向かって走ってるかよく考えてみろ。なんで勝負をやめた？え？なんでなんだよ。勝ったからさ。自分にふざけるな。てめえは途中でリタイアしたんだ。勝負は俺の勝ちだ。あ？そうだろ？そう思うかい？
Thank you.